ビニール傘にしだれ桜を取り付ける位置を丸で示してみました。48本と24本つける場合の2パターンをご紹介します。傘につけた時のボリュームはこれくらい違います。ビニール傘は骨が8本のものを使っています。貼る場所は48本、24本の順に説明します。まず一番外側です。骨の先のところとその間16箇所、骨の先だけ8箇所です。少し内側に入ってビニールのところに2箇所ずつ、全部で16箇所、骨と骨のちょうど真ん中のところ8箇所です。次は内側から支えている骨のところに8箇所、同じところですが一つ飛ばしに4箇所、最後は少し内側に入った骨のところに8箇所、こちらは先ほど貼ったところとは90度ずらして少し内側の骨のところに4つ貼ります。全部合わせるとそれぞれ48本と24本になります。48本の方はボリュームがありますので、一つで存在感が欲しい飾り方に向いています。24本の方は約半分の労力でできるので、ビニール傘を何本も使って広い範囲に飾るのに向いています。しだれ桜を貼る位置や本数に決まりはありません。飾る場所に合わせて工夫してみてください。